ステージのこと？なんだなんだ、どういう風の吹き回しだ？かぁ、むずがゆうこと言い出すんじゃねえっての。何よりもみんなの頑張りがあったからだよ。リーンにだっていろいろと相談に乗ってもらったしね。それに俺を言うのは僕の方かな。みんなのおかげで音楽の大切さを改めて再認識できた。単に自分の演奏だけじゃなくて、みんなで共に高め合い良くしていくことの大切さを。だからありがとう。この学院に来て本当に良かった。たくん、恥ずかしいセリフを揃って連発しやがって。ごめん、先に行くね。うん。ああ、基本クラス分けは1年からの持ち上がりだが、7組は分からんな。なんせとことん規格外だからよ。無事卒業できたらな。7組に所属するのも予定通りなら今月いっぱい。お前らと同じクラスなのもそろそろ終わりってことだ。ああ、いらんいらん。どうせこれからも学院内でしょっちゅう顔を合わせんだろ。寮は一応引き上げるつもりだが、シャロンさんの飯目当てに週一でたかりに行くつもりだしな。当たり前のことをわざわざ確認してんじゃねえよ。そうだ、いい機会だからこいつを返しておくぜ。お互い様ってやつだ。こう言っちゃなんだが、俺が借りたミラを返すのは相当珍しいんだからな。ま、素直に受け取っておきな。全土になったじゃねえか。ったく、甘ったるめ。わかった、そのうちにな。それでは我々も参加させてもらうとしよう。アルフィン、まずはケーキ漬けといこうか。承知しましたわ。
さあ見ていないで、諸君も参加したまえ。無礼講ですから、とにかく楽しみましょう。それじゃあシャロンちゃん、お願いしてもよいかの。光栄ですわ。イリーナ会長、お相手をお願いできますか？喜んで。お互いパートナーのいない身、気楽なものですね。確かに。サラ教官、娘が世話になっている。よろしければお相手願えないだろうか？あ、いいんですか？つくづく渋くて好みなおじさまだわ。ん？あ、いえいえ、こちらのことです。さて、子猫ちゃんたちの相手をする前に、まずは君に付き合ってもらおうかな。それはいいけど、そのドレス姿はさすがにちょっと気遅れするな。素早いな。おじい様とシャロンはともかく、母様まで。我らよりも若々しいかもしれぬな。十分すぎるほど付き合っていただきました。あんなにすごいステージをやり遂げてお疲れでしょうし、それにこんな時ですから、兄様の気になっている人を誘ってみてはいかがですか？なるほど、その方が将来の私の姉候補というわけですね。もういいから早く行ってきてください。ぐずぐずしていたら音楽が終わってしまいます。自分をアピールしないと。勇気を出して誘えばお兄さんも答えてくれるわ。そんなのじゃありませんから。元気よね。でも学院祭もいよいよ終わりね。1年間の集大成ともいえるイベントだったけど。そうね、先輩たちももうすぐ卒業して、私たちは2年生になるのよね。
時間っていうのは思った以上に短いのかも。わからない、私も卒業までに道を見出すって母様に短歌を切ったけど、本当にそれを成し遂げられるか自信があるとは言えないわ。でも私たちなら、みんなと一緒ならきっと道を見出せると思うあなたの言いそうなことならわかるわよ。でも本当にそう思ってるから、みんなと一緒なら、あなたと一緒ならって。なんちゃって。あ、ええ、これからもよろしくね。拝見しましたが、本当に楽しませていただきました。卒業生として鼻が高いです。来場者の皆様、それに学院生諸君、
本日はご来場いただき誠にありがとうございました。この高野祭をもって第127回トールズ士官学院祭を終了します。それと先ほど帝国政府より正式な通達がありました。本日夕刻東部国境にあるガレリア要塞が壊滅、いや原因不明の異変により消滅してしまったそうです。そちらの方面から来られた方々はどうか落ち着いて行動されるよう。
忘れてた。わかんないけど、少しは関係してるのかも。大元のところではつながってるみたいな、そんな感じ。まあこればっかりはつながってないとわかんないかな。でもやっぱりおじさんに頼まれただけはあるよ。まさかこんなすごいのがいるなんてね。うん、正確にはこの旧校舎のことだけど、何か起こったら報告するように言われてたんだよね。ってあれ、これ機密情報だっけ。どうしたの？考え込んじゃって。それも一つかな。もっと重要な役目もあったけど、必要なくなったから。そうだ、そろそろおじさんの演説が始まるんだった。いい加減僕も戻らないとね。お、だったらそっちがいいかな。それじゃ行こっか。え、見てないけど、どっか行っちゃったの？まあいろんな人に聞いてみるしかないかもね。僕もついてっていい？